隊の若い兵士はいつも夕日に呼びかけていた。ふるさとに残してきた人に自分のことは忘れてくれと、復興を求めるわけじゃないけど幸せを望んじゃいけない時がある。いつも時代は若者の夢を壊して流れてゆく。もうすぐ私も死ぬだろう、それは祖国のためにではなく思い出だけを守るために、愛する人を守るために、復興を求めるわけじゃないけど幸せを望んじゃいけない時がある。じゃないけど幸せを望んじゃいけない時がある。